これは花咲ガニの口です。ここが顎です。カニの顎は左右に分かれています。裏返します。こんなところにレバーがついています。左右の顎が動いています。顎の一部が、腹側の甲羅を越えて、体内の筋肉につながっています。今、指で動かしている部分に筋肉がついています。美味しいです。カニ、エビ、昆虫などの、無脊椎動物の顎は左右に分かれています。人や犬は上下に分かれています。ですから、カニの顎を見ると、気持ち悪い、という人がいます。しかし、左右に分かれた顎の方が先輩です。動物の進化を見ると、顎はもともと左右に分かれていました。その後、顎のない円甲類から上下に顎のある魚類が出ました。ひっくり返します。カニの顎のレバーは、何度いじっても面白いです。おら、そんなにちゃかちゃかと動かすな。人の顎だと思って、勝手しちゃいかん。やめろ、やめる歌。お願い、やめてください。頼むやめて。あ、助かった。いや、だから、それ、やめて。ここがカニの咽頭です。ここで広がっています。このひだのある袋が、胃です。胃は腸につながっています。これは、カニのふんどしです。ひっくり返します。これが腸です。正確には、口腸です。口腸はふんどしの先端につながっています。ここが、カニの肛門です。おしまいです。